コモンズスコラボリューム3ドビュッシー後編。講師は坂本龍一です。ですね、でその原稿集作で決定的に前衛作曲家として有名になったのが、まあ、次に出てくるですね、牧神の午後への前奏曲と。でこれがですね、さっき話したその詩人、有名な詩人マラルメの、詩 に寄せた曲ですね。詩を土台にした、で前奏曲ですから本当はその、前奏曲の後、その本体とかですね、構想曲とかですね、そういうことを考えてたようです。ただ前奏曲だけ書いて終わってしまいました。その後は書かれずじまいです。というのもね、まあ、聞いてみると分かるんですけども、この曲でその牧神の午後というマラルメの詩が随分もう表されちゃってるということでですね、多分もう書く必要ないと思ったんだと思います。ただその前奏曲というタイトルは残したままです。でこれがですね、これもびっくりするような曲なんですけども、このテーマがですね、最初フルート1本出てきます。でこれそれがですね、こういうもう何調なんだか全然わかんないですね。普通そうですね、例えばこれの大体100年前、19世紀の初めの頃ですとですね、まだベートーベンなんか若い頃でですね、こんな曲書いてました。わかりやすいですね、これはね、はっきりしてます。ドミソとこで破綻調ですね。だいたいテーマからしてそのドミソをちゃんとこうかけてなぞってドミソ、非常に明確です。そこに行くとですね、100年後にはもうこんなによく分かんないこうですからね。で事実ですね、このテーマなんですけども、この曲が進んでいくとですね、これに対して例えばこういう和音が、あるいは調が変わって、いろんな調でこのテーマが出てきます。ですからその一つの調に決めなくてもですね、いろんなところにこう適用できるような、つまり浮遊感のあるといいますか、いろんなところに持っていけるテーマなわけですね。ちなみにそのさっきのベートーベンのこれをですね、いろんなとこ持っていけません。これ例えばDフラット長調なんていうところに持っていくとですね、おかしいですね、ちょっとね、そううまくいかないですね。だからその長と長、そのまあ、調のこと英語でキーって言いますけど、その調と、メロディーの関係、これ非常に緊密でしてね、まあ、ある調が決まってある和音の上にこうメロディーができてきてですね、そこはうまくその縦横がこう合ってないと変な感じがしちゃうというのが、まあ普通これまでの音楽だったわけ。そういう音楽がまあずっと何百年も続いてきたわけですね。それがこの辺でちょっと壊れてくるっていう、調もよく分かんないというような音楽が出てくるんで、それでドビュッシーはよく20世紀音楽の父なんて言われますけど、本人はさっきも言ったように19世紀の方が長いんですけども、その20世紀の音楽を準備したこう父ですね。でこれ以前の何百年も続いている、そういう非常にこう縦と横のこう骨組みがしっかりした音楽がどうもここでぐちゃぐちゃになっちゃうというね、そういうとても大事な、ぐちゃぐちゃにしちゃった人ですね、大事、そういう意味で大事なわけなんですけども、まあ
20世紀になると、まあ、僕たちの時代ですから、まあ、皆さんもよくテレビやラジオや CD なんかで耳にするかもしれませんけども、全然調なんかがない音楽もたくさん出てきちゃいますね。でですね、いろいろ行きまして、さっきも言ったその有名な代表曲である海なんていうね、曲も書かれます。この頃はもう一番その、30代かな、一番脂が乗ってる時ですね、非常に、大きな曲を書いています。この海っていうのはですね、まあドビュッシーの曲の中では、音楽の中では一番そのちょっと印象派の、こう 光がこうきらめくような、そういうタッチに一番近い音楽かもしれません。だけどドビュッシーはさっきも言ったようにそういうものばっかり書いてたわけじゃなくて、非常に象徴派的な、霧が立ち込めるような、まあそのニュアンスに富んだ曲の方が実は多いんですね。で、まあ、ピアノも達者だ、ご自身も達者だったんでピアノ曲もたくさん書かれています。そうですね。で、あとその、まあ、浮世絵とかですね、そういう東洋趣味、実はとても一つ言い忘れましたけども、大事なのがですね、1889年かな、1889年、89年ね、にパリで万博ですね、エキスポ、有名なエキスポがあります。で、その時に有名なエッフェル塔が立ちました。そういう時代です。その時に、日本からも確か何かこう見せ物的にですね、何か持ってったりしてるんですけど、インドネシアジャバのガムラン音楽ってありますね。有名なバリ島のガムランなんてありますけども、まあ、ちょっと似たような親戚のようなもんですけども、インドネシアのガムランの、アンサンブルがパリまで行って、その万博の会場でこう本当にガムランを演奏してました。で、それをドビュッシーは聞いちゃうっていうか見ちゃうっていうか遭遇しちゃうんですね。それで衝撃を受けました。だから、まあ、浮世絵にも衝撃を受けたわけですけども、実際のそのアジアの音楽を生で聞くっていうのは多分その時初めてだったと思うんです。それ全然そのヨーロッパ、さっき言ったその縦横がすごく緊密なね、ヨーロッパの何百年のこう建築のような音楽と全然ルーツを異にした、音楽に出くわしまして、それはかなりそのドビュッシーに衝撃を与えたようですよ。だからその面白いですね、そのアジアのね、音楽が遠いヨーロッパのドビュッシーに影響を与えて、それでそれがまた50年後ぐらいにですね、生まれるこのアジアの曲との、僕なんかにも、まあ、僕だけじゃないですけどたくさんいますけど、まあ、例えば大先輩ですと竹光徹さんとかですね、もう多大な影響を与えてるわけですけども、またその帰ってアジアに帰ってきて影響を与えるとかですね、まあ、アメリカ人に影響を与えたりとかですね、実はそのドビュッシーやラヴェル、その、弟分といいますかね、のラヴェルのいわゆる印象派と言われる音楽というのは、アメリカのこのジャズのハーモニーにもものすごく影響を与えてるんですね。そのことはこの、まあ、ジャズの観点ではそんなに大きく取り上げられませんでしたけども、大変に大きな影響を与えています。それからですね、ハリウッド映画のには音楽がついてますけども、やはりハリウッド映画の音楽を作っていた作曲家たちにも大変な影響を与えました。というわけで、その、ドビュッシーの影響っていうのはですね、別にアジアに帰ってくるだけではなくて、この新大陸の方、アメリカの方にも飛び火して、例えばそれがですね、僕もカバーしてリスペクトしているブラジルの、南米のブラジルのアントニオ・カルロス・ジョビンの音楽にも非常に影響を、大きな影響を与えたりとかですね、時代と空間を超えてものすごく大きな影響を与えているというのが、まあ、ドビュッシーなんです。で、晩年はですね、まあいろいろあるんですけども、3つのソナタ
というものを構想しまして、時はですね、1914年ですね。これはもう実はよく覚えていてほしいんですけども、これとても大事な年でですね、ヨーロッパで第一次世界大戦が始まった年ですね。まあ非常に20世紀型の大きな戦争の始まりなわけです。まあ、僕たちがよく目にするのは第二次世界大戦の方ですけども、ここでその、国と国がですね、こうたくさんの兵力と、軍備力を出して、こう大きな力と力がぶつかり合うなんていうね、大きな戦争が始まったんです。そういう時にドビュッシーは晩年を迎えてですね、6個のソナタっていうのを構想したんですけども、残念ながら亡くなってしまって3つしか作曲されませんでしたけども、それが一番最後の方の、素晴らしい曲となっておりますけども、それは、岸君もというかですね、ソナタという、名前がついています。例えばですね、フルートと、ビオラとハープのためのソナタ、それからチェロとピアノのためのソナタ、バイオリンとピアノのためのソナタ、ソナタを6個構想したわけですね。でソナタと聞くとですね、音楽史的にはソナタを発展、確立したのが、さっきも言ったそのドイツの、オーストリアですね、ハイド、ソナタを発展確立したのがこうベートーベンですね。でベートーベンは当時はプロシャ、今のドイツの作曲家ですね、代表的な作曲家ですけども、これ実はその第一次世界大戦というのは、もちろんその世界大戦なんですが、ヨーロッパの大国であるフランスとプロイセンのぶつかり合いだったんですね。そこが元になってます。それでフランスの作曲家、ソナタを確立したベートーベン、ドイツの作曲家ということですね。非常にこう、戦争になっちゃったんで、その自分の国、あるいは自分の、国の文化、あるいは音楽というものを非常にこう強く意識しまして、あえて対抗意識、ベートーベンに対する、それだけじゃないと思いますけども、対抗意識もあってですね、ソナトと名付けた曲を、大変素晴らしい曲を作って、いるわけですけども、ベートーベンが作ったようなソナトとはもう似ても似つかないような、非常に不思議な、多様なこう繊細なこう和音に満ちたね、ソナタを作っております。でそれで、1918年に亡くなってしまうということでですね、とてもそうですね、ジャズだけじゃなくて20世紀こう栄える、大衆音楽ポップスやですね、ロックやいろんな映画音楽とか20世紀のいろんな音楽に、多大なる影響を与えた、20世紀の音楽の父ドビュッシーということでよろしいでしょうか。